はい、こんにちは。テレビ改革党豊島区議会議員、くつざわりょうじでございます。年齢秘密様、物品とお手紙ありがとうございました。カズ様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。昨日は38度の熱出しちゃいまして、あと鎮静剤が切り切ってなくて朦朧としてですね、動画休んでしまいました。でね、久しく出ていなかった血液ちょびっと混じった痰が夕べ出まして、まあ今も出てんですけれども、これはですね、執刀医自ら内視鏡検査やってくれたんですけど、肺の中のね、これは自分で縫ったとこちゃんとくっついてるかどうか、傷口をですね内視鏡で引っ張ったりおっぺしたりして確認したんだな。そのせいだな。で、推測いたします。私獣医ですけれども、15年間動物病院経営しておりました。ネットなんかでは元獣医とか書かれてる時あるんですけど、私今でも獣医ですからね。で、手術も何千件もやりましたけれども、やっぱりやった後の傷口気になって、まあ確認しますよね。ちゃんとくっついてっかなっつっておっぺしたり引っ張ったりしますよね。で、よしっつって、で、ちょっとほつれてるとこあったらすぐ縫い直しとか、します。やっぱり執刀医さんもですね、内視鏡検査やるよっつってですね、明後日がいい、明日がいい、明後日がいいって何せせっかちなんで言われたもんで、じゃあ明後日でお願いしますなんつって、昨日を迎えたわけなんですけど、まあまあ確かめたいですよ、そりゃ。私の体調ご心配くださるコメントいっぱいいただきまして誠にありがとうございました。今日はですね、やっぱり咳が多めに出て、そういうわけで血混じりの痰が出るもんですから、咳がいっぱい出て胸が痛い、咳のせいで胸と背中の傷が痛いくらいで、大丈夫であります。ありがとうございました。産経新聞記事、外国人に日本人と同条件で住民投票権を付与する条例案が東京都武蔵野市議会に11月19日上提されると。なんか11月19日が会議、3回目の会議かな、本年度の会議の開始みたいですけど、3ヶ月以上市内に住んでいる18歳以上の外国人住民に住民投票権を認めるという、そういう条例案だそうであります。留学生、技能実習生も含まれると。ネットの反応です。外国人に投票してもらうの、頭おかしいわ。まあ憲法違反だけど、これで武蔵野市に50万人ぐらい中国人引っ越してきたらどうすんだよ。外国人がたくさん引っ越してきて乗っ取られる、選挙前乗っ取り移住あるな、憲法違反だね、悪用されるだろ。官の子飼いだよな、この市長。こうやって少しずつ主権を侵食していく、自ら植民地になりたがる武蔵野市。なんで民主党系の議員って外国人にばっか利益誘導するんだろう。答え、元外国人だから。菅直人も外国籍から政治献金受け取っていたと。まあ金だの人だの出してくれっからでしょうね。本会議に上程された時点でですね、議員の過半数の賛成ありますよ。こういうの出すけど賛成する反対する、確認済みだと思います。本議会で否決されるのは非常に稀です。あったら大恥ですしね。市長と行政側、つまり武蔵野市職員連合の、まあ与党連合ですかの大恥ですから、まあ上程されるってことは可決の可能性が非常に高いです。左翼住民が多い、まあ左翼とも限らないですけど、テレビばっか見てる、まあ高齢者の方の住民比率が多いであるとか、まあ
なんかのほほんとしてお花畑でみたいな、そういう人とかが多い、イコール左翼議員が多い、イコール左翼市長になってしまう、こういう構図ですね。まあやむを得ませんね。数が多いのに従うのが民主主義ですから。元民主党で菅直人の弟子の松下玲子市長、こんな顔してるそうであります。松下は通名で戸籍上は違うらしいんですよね。この人名前がなんだそれなんだそれっていう感じなんですけれども、武蔵野市の分かってる住民の方はお気の毒様であります今頃ね、いても立ってもいられないぐらい気が狂って、イライラしてんだと、思いますけれども、まあまあこいつに投与しちゃった住民の方が多いからいかんともしがたいですね、なかなかね。地方議員に一番効く方法はこちらであります。武蔵野市議会事務局0422601883。なかなかメロディーになんないですね。まあゼロシニ、2601八、いやばあさんですかに電話してですね、議員全員にお伝えくださいと、丁寧に、これ大事であります。誰それに言ってくださいだとその人にしか伝わりませんので、議員全員にお伝えください、これ大事であります。平成7年2月28日最高裁、投票に関わる住民とは日本国民と解されるべきであるって判決が出てますよ。この条例案はそれに反しますよというのを議員全員に伝えてください。憲法に規定されている投票権は国民固有の権利にも反しますよ。違憲なことが分かりきってんのに賛成するんですか。全議員にお伝えください。外国人の大量流入でですね、その外国人が住民投票によって自分らに都合いい武蔵野市に作り変えるので、帰化議員ばっか当選するようになって、あんたら今議員やってるあんたらは落選しますよ。ことによっては粛清されますよ。裏切り者から片付けていくのは古今東西、世界のデフォルトですからね、というようなことを議員全員にお伝えくださいと。これね、怒鳴ったりするとですね、大声で怒鳴り意味不明っていう一文で済まされちゃうんですよ、議員とこに行く文章、にはですね。なので丁寧にお願いします。もし電話される場合は丁寧にお願いしますという感じですかね。これでもですね、よっぽどのことがない限り可決されちゃうのかなーってまあ思いますけれども、そうなったらなったでね、10万人ぐらい中国人が引っ越してって武蔵野市めちゃくちゃになってですね、まあまあこういうのを許すとこうなるんだよっていうモデルケースになってもらえばいいかなと思います。まあ武蔵野市民の分かっている方にとってはもうたまったもんじゃないでしょうけれどもね。先祖の墓とか土地とか建物とかいっぱい持ってるとかじゃなければ引っ越してもいいですからね。そんなね、左翼が、多いしはね。自民党最大派閥の細田派93人の会長に安倍元総理が就任し、安倍派になりました。細田さんがですね、議長になったんで、派閥の会長、兼任できないらしくてですね、竹下派会長の竹下渡る氏死去、竹下元総理の弟さんですか、死去で、茂木敏充幹事長が会長に就任しました。茂木派になりました。51人だって。これ引退後も影響力を持つですね、竹下派青木幹雄と、衝突していたんですけれども、今回はどこからも異論ですと、青木の影響も衰えたっていうことですかね今の自民党内の派閥の勢力図なんですけど、
安倍派93人、麻生派53人、茂木派51人、二階派44人、岸田派42人ということになっておるんですけれども、一番少ねえな、岸田派がな。なんであの岸田さん総理になれたのか。誰の言うことも聞いてぼーっとしてから操りやすくて、まあこいつならいいか、みこしはあのバカで軽い方がいいって言って担がれたのかなーって、あのちょっと勘ぐってしまったりですね。口は悪いですけど私は、別枠ですけど青山繁晴代表の、日本の国土とあの利益を守る会でしたっけ、70人、安倍派と守る会が自民党からの分離独立しても一向に構いません。むしろその方がね。で、右翼野党として活躍してくれたらですね、維新が霞んでいいんじゃないか。なんて思っておりますけれども、林芳正新外務大臣記者会見、日韓関係について、国と国との合意を守ることは外交の基本。募集校問題、慰安婦問題についても、引き続き韓国政府に適切な対応を求めていくと、約束守れよ。まあ、一言で言うとね、韓国大使と会うって話は、現在のところ、なーい。記者会見で言ってました。政府と外務省の方針を踏襲ですね。これ今までの外務大臣と言ってること全然変わりませんから、まあまあ方針踏襲ということで。これ聞いた記者、こんな質問した記者、日韓関係は、この後どうなりますかね。なんで聞いた記者はですね、祖国のことが心配で、ならないようですね。ならないようですね。ネットの反応です。韓国は約束守れ。話はそれからだ。というだけだね。中国にも強気に頼む。韓国に譲るようなことがあれば、政権が揺らぐぞ。口だけじゃなく、そろそろ制裁を。正論でいいんだけど、きっちり制裁もしろよ。そろそろね、まあ何もしないこと、助けてあげないことが制裁になってるっていう意見もありますけれども、ちょっと物足りないですよね。関税上げるとかですね、人の流入を防ぐとか、ビザ復活でね。これを中国にもできたら合格なんだが、間違おうてもシェーシェーとか言ったらあかんでー。茂木さん言っちゃいましたからね。政権交代でもしない限り、この方針が覆ることはなーい。まあ、政府方針ですからね。レーダー照射とか、今までの数々の嫌がらせを清算してもらわんと。何度も言ってますけど、韓国は建国理念にですね、日本は敵っていうのが入ってる永遠の敵国であります。李承晩がですね、我々が日本兵を追い出した。で、日本兵は、半島に居座って悪いことばっかりしていた。悪者だ。それを追い出した俺たちがここを統治するって、建国したのが大韓民国政府ということですから、永遠敵国なんです。ある限り。よって正しい日韓関係とはですね、断交もしくは目障りな韓国を滅ぼして、反日が国是じゃない国に取り替えることが日本と日本人の利益です。韓国軍部を支援してですね、クーデターを起こさせとか。で、韓国軍部はですね、民衆を虐げ、悪政を尽くす文を、文在寅を俺たちが駆逐した。だから俺たちがここを統治する。っていう、統治の正当性ができるわけ。そうするとね。北朝鮮が侵攻するように仕向けてもいいですね。まあ、揺さぶりをかけるってことですか。向こうから断交を言い出しそうな強烈な反日大統領候補を大統領になれるように支援するも、よしと。まあ、お金あげるとかね。韓国は敵国と知ってない人が多すぎますんで、これの周知拡散から開始するのもよしであります。韓国っていう大韓民国って国名のうちは反日だから、国家方針が反日だから、うぜえから、全くうぜえから、これをね、みんなに教える。だって建国理念に日本が悪いって入ってんだよ。だって日本が悪いっていうから俺たちがここを統治するって言ってるとこだよ。教えてやってください。近所の人に。
維新と民民が会談して改憲議論をどんどんすべきで一致、玉木憲法審査会を毎週でも開けばいいなんて言ってることに対してですね、C 和夫が危機感を覚えたんだが、憲法改定の具体化の推進で両党が合意したことは大変危険な道を進みつつあると見ている。憲法改正って、正しいっていう字使いたくなかったんでしょうね。憲法改定って言ってますね。前は堂々と憲法改悪っつってました。 C 和夫ネットの話、よほど都合が悪いらしい。危険な国家監視対象に、公安監視対象に言われても、公安監視対象が危険って言うと滑稽だわ。いやいや、共産党の方が危険だろう。共産党政権の方がはるかに危険。こいつが危険だなんて言うと恫喝にしか聞こえん。お前が言うな、オブザイヤー。共産党が反対なら正しいってことだよな。今後のトレンドは野党交代。これ立憲と共産が滅びて維新と民民だけになってもいいよ。それでいいよ。あまりにも頭おかしすぎからね、立憲と共産はね。C和夫、暴力放棄目指す我々と中国と韓国にとって大変危険と、これが省略されてんですね、括弧の中はね。いつもですけど、共産と立憲の言うことの主語は日本とか日本人とかじゃないですから、皆さんも注意して聞いてみてください。今日は咳が出ます。内視鏡検査の影響ですよね。傷をちゃんとくっついてるとか、おっぺしたり引っ張ったりしたから、ちょっと咳が多めに出ます。どこがどういう風に危険なのか C 数は説明しないしできないとこはいつも通りですね。主語が違うなんて言えないから、まあ聞かれてもごまかすだけ。きつく詰めればですね、怒鳴り散らして議論の場を台無しにする、おじゃんにするのも左翼の仕様であります。国田っていう共産党議員74歳でしたっけ、テレビ番組でなんか痛々しく怒鳴って発狂してましたね。おじいちゃんももうやめてって感じなんですけど、高齢化著しい共産党13人参加の凱旋のうちですね、議員1人と杉山直子46歳以外は全員70代と90代だったそうであります。これ杉山直子って人が自ら暴露してますから、自分を甘やかしても良い年齢になった人たちが夜寒い中必死で政権交代を訴えている、それぐらい今この国の政治がおかしくなっているなんてですね、70代90代を出しにしてですね、今の政治が悪いっていうのの出しにしてますね。まあこの人ら踏みにじるのは、利用するのは高齢者だけじゃないですけどね、女も子供も弱者も障害者も利用しますけどね。杉山直子46歳は共産党のですね、新宿区議会議員候補だそうであります。来年再来年の統一地方選に出る予定なのかな。ネットの反応です。お前らがおかしいんじゃねえの、政治じゃなくてお前らの頭がおかしいの、お前らが動員すっからだろ、こんな高齢者を労役して恥ずかしくないのか。共産党って高齢者の扱いひどくない？高齢者どころかみんなひどいっすよ、障害者も弱者も。後期高齢者にも労役を課して成り立っているのが不和御殿と、まあ弱者の搾取で成り立ってんだな。若者の支持がある設定はもうやめたのか、シールズとかね。政権交代したら何が良くなるのかを説明しろ、政権交代前に世代交代しろよ、世代交代しろよ本当にな。まあ後継がいないんですけどね。寒空の中ですね、凱旋参加の高齢者はですね、自分の意思で参加してます。これ、動員とかで日当もらってるわけでもないんだな、全部が全部。
なのでかわいそうでも何でもありません。70過ぎても90過ぎてもですね、体勢に物申す俺、滑稽に酔ってます。でそれやめらんにんだって。これ活動家、左翼活動家の孫がネットでバグロしてますけど、なんか大きなものに立てつく自分滑稽って思ってんだって。おじいちゃんもおばあちゃんも、体勢に文句言えるネタなら何にでも飛びつくんだって。自分が持ってる持ちネタだけじゃ満足できないんだって。どこでも参加したくて。で慰安婦でも米軍基地でも外国人住民投票でも何でも参加するのが生きがい。アイドルの追っかけよろしくですね、広島でも長崎でもどこでも行くんだって。お金ある人はなんで関係ないとこまでしゃしゃってくんのっていうこと、質問に対する答えがですね、連中の便利なワードが連帯だそうです。それは連帯だからとか言ってごまかすんだって。だからなんでしゃしゃってくんの、関係ないとこまで。反日できればいいんですっては言えないから連帯とか言うらしいですよ。活動中は脳内麻薬が出てて最高にハイになってるんで、自民党員の10倍以上の党費もプラス赤旗配り、労役も選挙連敗も不破の大豪邸も気にならなくなるみたいなんですよ。全然ね理屈じゃない。活動参加はお互いの生存確認にもなるし、お達者クラブ、老人会みたいなもんすか。50代の俺がね、癌で死にかけてるのに、90代で凱旋参加とは、無駄な生命力が羨ましいですね。この人の頑張っても、すんごい頑張っても、後継いないっていう残酷な事実は、あるんですけどね。ああ、やっぱ内視鏡検査の影響で今日咳出てすごいっすわ。咳するたびに胸が痛いっす。胸と背中の傷が、いでででででで、そんなことはどうでもいいんですけれども、よかったら、チャンネル、登録お願いします。デトックスじゃん。